私も大きいお風呂がいい。お部屋もちょっとお風呂狭い。そうね。なら C 社を助けたらみんなで一緒に温泉に行くのはどう？温泉？行く行く。そのためにも C 社を助けてあげましょう。ほら早く着替えないと風邪ひくわよ。誰かしら。失礼します、ブラン様。あれ、フィナンシェさん。はい、ご無沙汰しております。皆さんお元気そうで何よりです。今さら私に何の用事？またアズナルブの命令かしら。いいえ、違います。私はもうアズナルブ様とは関係ありません。そしてC社様からブラン様宛に大切な伝言を扱ってきています。関係ない。それに C 社からの伝言、どういうことなのか説明してくれるかしら。私を指名手配するだって？アズナルブの野郎はふざけやがって。 いえ、ふざけてないですよ。本気らしいですから。そういう意味じゃねえ。とにかく C 社を助けに行くぞ。ダメですよ、ブラン様。革命軍を相手に何も準備をしないなんて捕まりに行くようなものです。そうだけど、 C 社様はブラン様のことをとても心配してました。 C 社様を助けるためにもここは一度冷静になるべきですよ。わかったわ。フィナンシェの言う通り準備はしておかないと。よかったです、わかってくれて。誰かしら。今日は来訪者が多いわね。鍵なら開いてるわ、入っていいわ。ブランちゃん、よかった、無事だったのね。あなたは確かギルドの。何のことかしら。知らないの？ブランちゃんが指名手配されてるのよ。さっきこんな張り紙が届いたの。これ私の指名手配書。報奨金までかけられてる。まさかもう手を打たれていたなんて。それルウィーにあるギルド各所に配られてるみたいなの。うちにもクエストを更新しておけって変な人たちが来たのよ。あなたは私のことを捕まえるの？そのつもりならこうして知らせに来ないわよ。私はブランちゃんが指名手配されるような悪い人だって思わないもの。当然よ、お姉ちゃんは悪者じゃなくて正義の味方だもん。うん、正義の味方。ごくごく。そうよね、私もそう思うわ。ですがどうしましょう。このままここにいても他のハンターが来てしまっては。ここを離れるわ。二人とも心配してくれてありがとう。でもこれ以上は関わらない方がいいわ。え？でもそれだとブランちゃんが。ブランちゃん。わかったわ。でも困ったことがあったらいつでも頼ってね。ありがとう、助かるわ。ホテルの裏口から出ましょう。チェックアウトの手続きは私がしておきます。ありがとう。お姉ちゃん、これからどうするの？どこか隠れられる場所を探すしかないわ。でしたら私のところに来てください。首都に近い場所ですが逆に見つかりづらいかもしれません。それだとあなたに迷惑をかける。迷惑じゃありませんよ、いくらでも頼ってください。どうしてそこまでしてくれるの？なんと言いますか、うまく説明できませんけどブラン様のお役に立ちたいんです。とても不思議なんですけどブラン様のためならってなっちゃうんですよ。フィナンシェ、あなたありがとう、助かるわ。お礼なんていいですよ。さあ誰かに見つかる前に移動しましょう。ええ、わかったわ。 C 社、
もう少しだけ待ってて、それまで無事でいて。そこは君専用のステージだ。アズナルブ、よくも私の前に顔を出せたわね。何なのよこれ、手足が動かない。当然だ。さて、そろそろ開幕といこうか。主役は君だ、シーシャ。何をふざけたこと言ってるのよ。おい、あいつがそうなのか。そうらしいわよ。ほんと、人は見かけによらないわね。この人たちはルイの住人。そうだ、これが君の守ろうとしたルイの住人だ。そして君の処刑を心待ちにしている人たちでもある。ほら早くやっちまえよ。そいつがこんなふざけた制度を作った黒幕なんだろう。その女のせいで私たちがどれだけ苦しめられたと思ってるのよ。違う、私じゃない。私は町を元に戻そうとして。うるさい、お前のような悪魔はさっさと処刑されちまえ。待って、話を聞いて。私はこのライセンス制度を作った人間を探してたの。きちんと統治してなかったことは謝るわ。本当にごめんなさい。だからお願い、私の話を聞いて。誰が聞くか、この悪魔。早くそんなやつ処刑しちゃってよ。そんな、私は必死でこの国を何とかしようと頑張ってきたのに。君は十分頑張ったさ。だがその頑張りをこの国の住人は見ていなかった。献身的に住民へ尽くしてきた君も、彼らからすれば所詮は便利で使い勝手のいい人間でしかなかった。君がいくら彼らのことを信頼していても、彼らはあなたのことを気にも留めてなかった。違う、報われたくて、褒められたくて、私は戦ってたわけじゃない。これまで尽くしてきたというのに、誰も君の話を聞きすらしない。誰も君を救おうともしない。君に頼っていた住人たちも、手のひらを返したかのように悪意と憎悪を向けている。そんな悪魔、早く始末してくれよ。私たちを苦しめてきたその女を。どうしてそんなこと言うんだ。私は頑張ってきたのに。私はそうだ、シーシャ、もっと恨め、憎め、人を、国を、世界を。そうすれば妄想は君自身を飲み込んでくれるはずだ。さあ、君も見るんだ、終わらぬ悪夢。
めるのね。ねえ、こんな状態でどうやって死者を助けるの？指名手配、怖い、ビクビク。チャンスがあるとしたら処刑の日ね。公開処刑という話だから、そこを狙うのが一番いいと思うわ。一筋縄じゃいかないだろうけど、人が多ければ多いほど紛れることができるわ。お姉ちゃんすごい。このくらいの作戦なんて知能派の私にとっては造作もないわ。おい、何やってんだよ。とっとと行こうぜ。ちょっと待ってよ。何かしら、急に騒がしくなったわね。フィナンシェ、確認してきてもらえる？はい、すぐに確認してきます。少々お待ちくださいね。何があったのかな。わからないけど、もし C 社の処刑が始まったのなら、すぐに動けるようにしておかないと。隣町がモンスターに襲撃されたそうです。え、どういうこと？逃げてきた町の人の話だと、突然妄想モンスターの大軍が襲ってきたそうです。モンスターたちは町を破壊し尽くした後、そのまま侵攻したそうです。本当なの？それでそのモンスターたちは？それがまっすぐにここを目指しているそうです。嘘！そんな数のモンスターが来たら大変じゃない。どうしよう。お姉ちゃん、ビクビク。なら迎え撃つだけよ。何をバカなことを考えているんですか。町を壊滅させるほどの数なんですよ。何も一人で全部の相手をするとは言っていないが、町の人が逃げる時間を稼ぐだけよ。それも十分に危険なことですよ。ダメです、絶対にダメです。私なら大丈夫。避難者はロムとラムの二人を連れて町の人の避難を手伝って。ブラン様、避難者が思ってるより私は強いから平気よ。ブラン様、どうしてそこまで？あなたは覚えてないでしょうけど、ここは私の国。私が守らないで誰が守るの？お姉ちゃん、私たちもついていくよ。ここは私たちの国だもん。私も頑張る。二人はフィナンシェのサポートをして。一人だけだと大変だから。そんなの、お姉ちゃんだって。町のことは任せたわ。行ってくる。お姉ちゃん。ブラン様、行きましょう。ラム様、ラム様、町の人を避難させましょう。でも、お姉ちゃんが。だから早く避難させて、ブラン様の負担を減らせばいいんです。そっか、そうすればお姉ちゃんが戦わなくてよくなるね。そういうことです。急ぎましょう。なかなかいい姿だな、C 社。アズナルブ。今日は君に直接伝えたいことがあってここまで来てやったのだ。あんたの話を聞くつもりはない。早く消えて。残念だが、消えるのは君だよ、C 社。正式に今日、君の処刑が行われることが決定した。嬉しくて声も出ないようだな。準備は着々と進んでいる。楽しみに待っていてくれたまえ。アズナルブ様、大変です。そんなに慌ててどうしたのだ。妄想家モンスターの大軍がこちらに向かってきているそうです。なんだと？妄想家モンスターが群れ？まさか私の力が。すでに一つの町が壊滅、群れはまっすぐこの町を目指しているようです。どうしてもっと早く報告しなかったんだ。申し訳ありません。町が混乱していて、確かな情報を得るまでに時間がかかってしまって、町の住人も町を捨て逃げています。ハンターたちもあまりの数に戦意喪失してしまっているようで。ああ、そうか。こ
この人間はこの町すらも捨てるのか。言い訳はいい、早くこの町から逃げるぞ。え、逃げる？革命軍の総力をもってモンスターを迎え撃つべきでは。何を言ってる。こんな町を守ってどうする。こんな町なんて壊れたら再建すればいい。それよりも貴重な私の命を最優先にすべきだと言っているのだ。グズグズするな。私の護衛をすぐに集めてくるのだ。これは命令だ。わかりました。腐ってるな、あんた。この町も住人も全部。何とでも言えばいいさ。君の処刑はモンスターに任せるとしよう。それではさようなら、シーシャ。二度と会うことはないだろう。全部壊れてしまえばいい。この町も住人も全て。私はもう何も守らない。何も救いたくない。私がここで引くわけにはいかないわ。必ずここで止めてみせるぜ。この姿を見たんだ。ピーピー、ただで帰れると思うな。ピー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 、今のは攻撃だと。セライシュラーク、はぁー、じゃりゃー、ほらよ、ヨピヨピヨピピー、無駄だ、ピーヨピピー、今くぅっ、むっつかばれ、ヨピ今てっ、覚悟、次はどいつだ。すぎるぜ。やっぱ一人じゃこの数はちょっときついな。フィナンシェたちがうまくやってくれてればいいが。人の悲鳴が聞こえる。いいわね、どこに逃げても意味ないのに。守ってくれるはずのハンターも逃げ出してるのに、助かるわけがない。今まで誰に助けられてきたか、その身をもって知ればいいのよ。どんどん溢れてくる。これでまた妄想家モンスターが生まれる。はあ、もうどうなっても。シーシャ様、その声はフィナンシェ。よかった、無事でしたか。見張りの兵士もいなかったから移動させられたかと思いました。私に何か用を。お願いします、シーシャ様、ブラン様を助けてください。ブランちゃんを助ける？言ってる意味がわからないわ。ブラン様は今この町を守るためにモンスターの大軍と一人で戦っています。
エランちゃんが？何やってるのよ、そんな無駄なこと。自分だけ逃げればいいのに。シーシャ様？私は手伝わないわ。どうしてこの町の人間を守るために戦わないといけないの？どうしたんですか、シーシャ様？そんなこと言うなんて。私はこの町の人間のために戦うつもりはない。みんなモンスターにやられたらいいのよ。いい君だわ。今まで誰が、誰のために戦って守ってきてあげたのか分かってないバカな人たちは全員。シーシャ様は今までどうして戦ってきたんですか？シーシャ様はこのルビーが大好きだから戦ってたんじゃないですか？ルビーが好きだってことは、この町もここの人たちもみんな好きってことじゃないんですか？確かに私はルビーが好きだった。でも私がどれだけ好きでも。ちゃんと好きだってあなたの気持ちを伝えましたか？気持ちはきちんと口にして相手に伝えなきゃ分かってもらえませんよ。誰かのために戦うって一方通行な気持ちでもいいじゃないですか。最初は一方的でもいつかきっと理解してくれる。私はそう信じてます。理解してくれるかしら？はい、きっと。謝ればみんな許してくれるかしら？きちんと謝ればみんな許してくれますよ。だってここはルイですよ。メルヘンな魔法の国でのんびりした素敵な国なんですから。そう、そうだったわね。前にブランちゃんが同じこと言ってたわ。私は何を悩んでたんだろう。あの子のこの国に対する愛は私とは比べ物にならないくらい大きいのに。指名手配されて同じ国の住人に追われてたっていうのに、それでもこの国のために戦ってる。なのに私はこんなことくらいで勝手に町の人を恨んだり憎んだりして、本当にバカね私は。シーシャ様、お手伝いしていただけますか？当たり前じゃない。私の好きなこの町を誰にも壊させたりしない。次から次へとよくもまあ出てくるもんだぜ。だがな、こっちだって意地ってのがあるんだ。全力で相手をしてやる。この程度倒されたい奴はどいつだ。ちょろいもんだな。